こんな荒れたサーキットを走るのが初めてだったんですけど、まあ、楽しいサーキットだと思います。マシンに問題なく、あとはまだまだ周りも速くなってくると思いますし、自分もまだまだ、ライディングを改良していかないといけないと思います。